アタゴグリーンヒルズは東京都港区アタゴ2丁目にあるオフィスと住宅を備えた再開発地区である。通称アタゴヒルズ。2001年竣工。所在地は東京都港区アタゴ2丁目3番1号、アタゴ2丁目5番1号である。森ビルが管理する。1984年、この地区の敷地の約6割を占める地権者の総当州成章寺から、 このまま道路沿いで建物の建て替えが個別に進むとペンシルビルが立ち並びお寺の門前やその奥のあたご山が隠れてしまう。いい解決方法はないだろうかとの相談が森ビルに持ちかけられたことを機にあたご地区における再開発事業の検討が始められる。この事業はあたご山の緑と歴史的文化的環境を保全しつつ、 一体的な公園機能を整備し都市の再生を図るとの目標のもと、それに沿って事業者が70軒以上経っていた住宅やビルの敷地を時間をかけて取りまとめ、そこに2棟の超高層棟を建てて足元にオープンスペースを確保するという方法で整備を進め、2002年7月末に外交が完成し、全ての工事が完了している。 約3.8ヘクタールの敷地に森タワーと、フォレストタワー、グリーンヒルズプラザのほか、3つの寺院と、NHK 放送博物館などが同居する。清少寺を挟み、森タワーとフォレストタワーを北と南に放して配置した。これによって道路から、山門は、隠れずに住み、奥にある、あた山の緑の気配も伺うことができるようにした。低層のグリーンヒルズプラザでは、 アタゴ山の緑がそのまま連続するように屋上を緑化。市民がアタゴ山を散策できるようにエレベーター棟も設置し、木道を設け、公園を整備した。聖少寺と隣接していることにちなみ、仏教で極楽浄土を象徴する蓮の花を模した外観や、事務所棟ロビーのデザインは、世界的な建築家、シーザー・ペリヒキール・シーザー・ペリアンド・アソシエーツが監修した。 森ビルの持ち分の一部は森ヒルズリート投資法人に組み入れられている。森タワーはオフィスと店舗で構成される。いわゆるスケルトン賃体仕様と標準賃体仕様の中間のクォータースケルトン仕様を採用。マジキリーチが自由に設定できる天井システムも採用した。2002年に NHK 放送博物館内に所在していた NHK 放送文化研究所が 16階に移転している。フォレストタワーは地上42階、地下4階で倉庫数382個の賃貸住宅。一般賃貸住宅の他家具付き賃貸住宅も併設した。最上階にはジムやプールなどを備えたグリーンヒルズスパ41階には近接する東京時計会医科大学と提携した居住者のための24時間体制の 健康相談室などを備えたほか、各種サービスの提供や取り次ぎを行うフロントサービスも充実させた。映画ーミーで主人公の自宅としてロケ使用された。アタゴグリーンヒルズが立地する地区の特徴は、アタゴ山の地形と臨海部の緑が醸し出す景観にある。それを基盤として生かし、事務所、住宅からなる高層ツインタワーを配置し、 伝統的な清少寺のガランを複合させたサイトプランである。一方、このアタコ地区は都市計画公園区域、風知地区に指定された規制の厳しい地域でもあり、有効空地等の都市計画上定められる施設を緑の保全や一体性の工夫によって規制をプラスに働かせ、緑と施設とが無理なく融合した風景として収めるよう計画がなされた。 工事着工前の段階で既存樹から採集した未生内への育成状況で、古村のリスクと費用のかかる体形機の移植を極力抑え、その分若い後継樹を新たな植栽地で健やかに育つよう考えられた。あたご山の約40度の斜面に築造された公園園路が緑を保全する必要性から地形を改変しない広報の選択を迫られ、 深石江広報による協力形式の援路が提案され採用となっている。この事業は開発によって不動産価値を高めたプロジェクトとして評価され、今日不動産業界において国際的に最も権威があるウリアワーズフォーエクセレンスを国内初受賞した。なおウリは1936年に設立された。 不動産関連研究及び教育のための非営利団体で、現在世界70カ国に正規会員並びに特別会員が所属し、開発業者、行政従事者、学識者、設計者、コンサルタントなど、土地活用と開発に関わるあらゆる分野の専門家により構成されている。ありがとうございます。